こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。親にバレずに内緒で iPad を受け取りたいです。未成年ですが、匿名配送で購入する方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画ですね、視聴者様から質問がありましたので、ぜひね、回答させていただきます。まずこちらですね。スマホでまず商品を購入する前なんですけど、まずこちらですね。ゆうゆうメルカリに設定していただくようになります。その次なんですけど、ここですね。ゆうゆうメルカリですと、匿名配送の設定ができますので、必ずね、商品を購入する前に、こちらを設定していただかないと、匿名配送がね、できないんですね。ぜひね、設定していただければいいかと思います。あとですね、どこで受け取るかなんですけど、まずですね、ローソンですね。こちらで受け取りができます。その他なんですけど、郵便局で商品ですね、受け取りができます。この2つでしたら、匿名で商品を受け取るかできますので、ぜひね、設定してね、行っていただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。こちらですね。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。あとですね、悩み質問等がありましたらね、LINE アット登録によろしくお願いします。今回動画は以上となります。幸いご視聴いただきまして、ありがとうございました。